最近は AI で動画も作れるようになったんですが、ちょっとハードルが高いですよね。今回は顔の画像さえ用意すれば流行りのダンス動画が作れるドリームービングを使ってみます。ブラボーなくてもいけますよ。お姉ちゃん、最近 AI の動画がえらいことになってるよね。ドラクエとかロマサガのムービーとかね。エレもああいうのを作りたいな。でも難しいのは嫌なんじゃろ。そりゃ簡単なんがええね。じゃあ今回はステーブルディフュージョンウェブ UI じゃのうて、インストールもモデルの準備もいらん、ドリームービングを使っていくけね。ドリームービングは今ウェブ上でデモが動いちょるけ、それを使うけね。まず検索してドリームービングっと。ドリームービングのページへ移動。移動。ハギングフェイスのデモページに行く。ウェブツールじゃとどこでも使えるのがええね。ここがランニングになっちょったら稼働しよるけね。ここに一応使い方が書いちょる。英語じゃねえ。1、動画の生成には約5分かかります。多くのユーザーが同時に利用すると順番に処理されます。リフレッシュボタンを押してメッセージを確認してください。2、アニメを使うときは必ずカートゥーンビデオジェネレーションをチェックしてください。3、生成したビデオは最大で4つ、最長で2日間保存されます。削除される前にダウンロードしてください。4、毎朝午前7時から8時の間にシステムのアップデートがあります。5、ブラウザは Google Chrome をご利用ください。説明はこんな感じじゃね。続きやっていこう。ここで顔を指定する。画像をドロップすればええんね。でその下がダンスの動画。これもドロップすればええんかな。用意されちょる動画を選ぶだけでもええんよ。プロンプトだけでも作れるんね。この辺に作った動画が出てくるけね。大体わかったけ、やってみよう。顔をここに入れて。ダンスはこれ。衣装のプロンプトを入れて。生成。どんくらいかかるん？5分くらいはかかるけね。しばらくするとこの表示、今生成中ですよって表示が出る。あと 4.5 分って出てるね。あとは待つだけ。楽しみじゃね。で大体待ったかなと思ったらリフレッシュボタンを押す。これを押すとサーバーに状況を問い合わせる。まだ生成が終わっちょらんときは残り時間が表示される。来た。ちゃんと来たね。再生してみよう。大衣装のプロンプトも聞いちょるね。でさお姉ちゃん、ちゃんとこんときがあるん？この完了しました表示が出て動画がこんときがあるんよ。どうするん？もう一回リフレッシュするか、ページをリロードするか。でもこんときはこんのよね。デモ版じゃしょうがないね。無料でじゃんじゃん作れるけ、何回もやるしかないね。よし、無料じゃけもうちょっと使い倒してみよう。さっきはダンスの動画をプリセットから選んだんじゃけど、オリジナルの動画でやってみるね。 MP4 ファイルをドロップ。うち楽しそうじゃねえ。行くよ。来た。うまくいっちゃるね。プロンプトだけでもやってみよう。テキストトゥービデオをクリックしてプロンプトを入れる。はい。プロンプトだけで書くけ、ダンシングとかそういうプロンプトも助けね。動きのプロンプトも書く。生成できた。プロンプトだけでもよう動くね。次はアニメもやってみるね。今ある画像を消してアニメ画をドロップ。
お姉ちゃんじゃねえ。カートゥーンビデオジェネレーションをチェック。チェック。チェック。大丈夫じゃけえね。このチェックボックスは白いチェックがつく。気づかなんだらこれハマるところじゃん。気にせん気にせん。生成。来た。アニメはあれじゃねえ。あれじゃねえ。お姉ちゃんの実写もいっちょこ。川へのでた。再生。無事楽しそうじゃね。プリセットだけじゃなくオリジナルの顔もダンス動画も使えて、ちらつきのない動画が作れる。お姉ちゃん、ドリームービングすごいね。顔とダンス動画変えて、いろいろ作ってみよう。ビデオからビデオを生成。テキストからビデオを生成。でもって顔の指定ができて、映像に一貫性がある。背景も安定しよるね。全体的には、動きを検出した部分のみが動いて、安定させる部分は安定させる。タイルのアニメーション版みたいな、そういうのが効いてそうじゃねえ。コントロールネットで実装されたら使えそうじゃねえ。アニメーションローラで制御ってのもええかもね。ちょっと顔が浮いちょるかな。ちょっとね。バッチリハマってるね。手も上手に描けちょるね。公式にあるアーキテクチャを見ると、U ネットでデノイジングするときに、コントロールネットのオープンポースとデクス、この辺をコンテンツガイダーとして並走させちょるみたいなんで、なんか再現できそうな気もするんよ。お姉ちゃん突然難しいこと言うね。でもね、自由に機能を組み替えるのは Web UI じゃと無理じゃろ。そうじゃね。ちょっともうこれはコンフィ UI 行くしかないかなといじり始めたんよ。ステーブルディフュージョンコンフィ UI って能動線でつなぐやつじゃろ。ちょっと難しそうじゃねえ。難しいっちゅうか、ああいうのを触ったことない人には初めて触るものっちゅうハードルがあるね。慣れればどっちゃことないってこと。多分面白そうじゃねえ。次回の動画ではまずコンフィ UI の導入と基本の使い方をやってみるけ待っちょってね。基本ができるようになったら複雑なワークフローも解説するけね。今回のドリームービングみたいなのもできるかな。多分こんな感じで大体はできるはず。じゃあ次回の動画でまず基本を覚えるね。今回はここまで。また次の動画でね。ほいじゃね。このチャンネルではステーブルディフュージョンやボイスボックスなど AI ツールの使い方をなるべく簡単に解説しています。気に入ってもらえたら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。質問などありましたらコメント欄からお願いします。